はい、こんにちは、マリモです。はい、キムジェです。ということで、まあ久々のトリースタートですがね、今回ね、新たなね、物たちを作っていこうという回ですね。そうですね、まずはまあ作っていこう。まあその後ね、まあ使うんでね、結局まあね、まあここのね、この物たちを集めるのにはね、いろんな苦労がありました。はい、じゃあそこのチェストの方、分かりました。まず1個目かな。他にも作るものがあるので、まあお、なんだこれは。果たして何ができるんだ。隙間が2個もできましたよ。そうですね、なんだこれ。これマインクラフトと特定の地点にテレポートができるというアイテムなので。へえ。隙間とは幻想郷を作った賢者の一人である八雲ゆかりが操る空間の裂け目のこと。物理的な空間はもちろん、絵や夢の中、物語の中などにも移動することができる。これもね、作ってください。ちょっとこれ入れるんで。はい。果たして、ソウルサンドと鉄インゴット。これじゃあまだ何にも予想がつきませんね。死神の丘場。はい、これは、小町のやつですね。これは何に使えるんでしょうか？それはなんか、敵を引き寄せて、で、なんか切りつけるという性質の鎌だと思います。へぇー。死神の大釜とは、死神といえばこの大釜を持つというイメージから、小野塚小町が死者に対して驚かせるサービスの一環で持っている鎌。まだありますよ。まだ？おーおーおー、いっぱいできますね、今回。ネザー行ったんでね。おーおー、すごい。ブレイズロッド。ブレイズパウダー。これはグローストーン。この組み合わせってもう最強の道具じゃないですか。なんだ悲壮の剣、はい、ね、これらのアイテムの解説はね、頼みますよ。君がやるんですからね。イエスサー。悲壮の剣とは、火のない天使が使用する天人専用の武器。相手の気質を霧に変え、天候となり、その気質の弱点である性質を自らまとう。周囲の気質を極限まで集め、ビームのように放つのが全人類の悲壮剣というもの。じゃあ、どっち使いたいですか？その2つ武器作りましたけど。じゃあ私、死神の丘まで行こっかな。あ、じゃあ悲壮剣、悲壮の剣でしたっけ？それ使いますよ。イエスサー。隙間は2つ出た理由はもしかしてあれかな、2つ地点に置かないといけないってことかな。そういうことですね。だからちょっと俺に渡して。それはそう、2つないと使えないね。リボンの色がね、これ変わるんだけど、これ素材によって。へえ。そのリボン、対応してるリボンの隙間に向かってワープするという感じ。そういうことか、うん、いや、とりあえずここら辺に隙間を。隙間はまだ作れるのかい。いや、多分この1個しか作れない。この2個しか作れないから。そっか、ここに隙間開いちゃうかな。そうだね。一個はすぐ戻って。はい、どうすんだろう。ってことはこれでもう隙間を置いたら、いつでも白霊神社に戻ってこれるというわけですね。です。あれ、隙間置けないな。これなんかあるのかな、条件が。壁か。おお、何も開いた。え、あ、置けた。置けた。空中に置くのかもしれない。そういうことね。どうやって回収するんだろう、これ。はい。なんと空中に出すのか、これ。そうだね。うわ、変なとこに出しちゃった。ふっ、ほんとだ。すごい。高い気になっちゃった。実験してみますか？近くに置いて。一回切りとかじゃないでしょ。回収できるんだってね。うん。ここら辺に置けるのか。じゃあ、MJ、果たしてワープするのだろうか。あ、おお、すごいすごい、私も。おお、すごいすごい、面白いな、これ。中にこれ隙間が入っちゃった。回収できない。何が？金中に隙間が入っちゃった。じゃあ木を壊せばいいじゃん。逆にそっちを取るんじゃなくて、この神社の近くのを取るっていうのが手だぞ。この木からじゃあテレポートしてくる。そういうこと。まあそれでもいい。やったら。まあ別にいいじゃない、結局は。俺のとこだ。じゃあせっかくだから、ちょっともらった死神の釜ってのも使ってみましょうか。今襲われたんで。どうだ、録画してる今。うん、してるよ。あ、OK。
あれ隙間開始できた。ん？右クリックでしょ、だってそれ使うの。おう、おう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 。じゃあ F5 で離れて使っていきましょう。F5 じゃ分かんないか。へえ、面白いね。まあ夜になってきてしまいましたんで寝ますか。思想の剣はなんか特殊な武器やったかな。ちょっとなんか確か最初に殴った敵、はい、をなんかこう剣に登録して、まあ、なんか気質を取得するということらしいんだけど、なんだ、あの気質を取得した敵に対して特攻ダメージが入るという。じゃあエンダーマンとかがいるかな。エンダーマン一回殴ると次あのエンダーマン殴った時にダメージ上がるってこと。まあ妖精とかにやるよりエンダーマンとかの方がいいよな。そうね、妖精なんかもう普通の剣に倒せるから。あとはまあシフトをしながら右クリックであれが出るのかな、スペルカード発動みたいな。え、この鎌が。いや多分この剣が。鎌どうやって映ってる。鎌どうやって映ってる。鎌ね、あの割と普通に鎌ってなんか妖精が近づいてくるよね。そう、ちょっとこの剣で殴るわけだから。この剣で殴ったらちょっと。まだいんの。もったいない。なんかいっぱいいんの。登録してもしょうがないからさ。これ、普通に敵に向かって右クリックすればいいってことかな。やってみて。あ、わかった。経験値だ。ないの。スペルカード扱いだから多分経験値がないと使えないんだ。2個じゃダメ。経験値2じゃダメなんだね、これ。だって、昨夜のさ、あの、殺人道具とか4だったもん。そうだね。でもちょっと倒せば経験値ゲットできそうじゃない。ここの妖精痛いな。うわー、 FJ が魔法で殺されるって相当じゃないか。じゃあ隙間設置しに行きましょう。果たして私ね、妙蓮寺に行けるのかっていうそもそもでも妙蓮寺に隙間置いてくるだけだからまあ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 、妙蓮寺に隙間置いていければ大丈夫だからね。これから妙蓮寺に一瞬で行けるからね。ワンチャン片方でいいんじゃないかっていうね思っちゃいますけどダメだって、隙間を失うことがあるだろ、絶対。ああ、だから、今何回死んできたと思ってる。ああ、だから、どっちかがいた方がいいってことね、最悪の時のために。ああ、やっちゃった。あ、まあ、いっか。食料忘れた。あれ、俺、方向合ってる？合ってる？か、タイムスあるもんな。あれ、どっちだ？ああ、この辺でなんか、祠みたいなの見つけて、土進んで、赤い花畑のとこ行ったね。このターン、道なりに行ったんだよ。そしたら、パンが作れるから。すごい、すごい、すごい。やばいって。いやでも見た目よりも当たり判定小さいから避けられるよ。なんだったらってもう今ここでもうポンってできるからね。あれ？あれ？距離が遠すぎるとできないとか。これ中間地点、あ、だからこう隙間2つ使わないと移動できないかもね、妙蓮寺までは。多分。花畑の近くにはテレポートしたいわけ、さすがにでも。うん。置いてみてよ、橋の上に。どこまで戻ればいいんだ、これ。この辺？嘘でしょマジまだか。神社側に隙間がもうなくなっちゃってるとかオチはないよな。まさかっていう、実はありませんでしたみたいな。ここで復活してもあんま嬉しくなくねえか。とりあえずどれぐらいの距離なのか分かんないと。どこまで戻るんだこれ。ほぼ神社じゃん、もう。あれまだこれ、マジで神社だからなくなってんじゃないこれ、まさか。どこなんだろう、具体的に場所は。地図がないから、あんまりこう、距離がわかんない。距離伸ばす方法とかもしかしてない？あ！ある？ここら辺か。どこだよ。ちょっと待って、でもこれさ、こっち側移動させればさ、もうちょっとギリギリ遠くまで行けるんじゃね？ふっ。いや、そっち遠ざけてもそんなに広くなんないだろう。なんだよこの隙間、ほぼ使えんやん。か、でも結構移動はしてるんだけどね、これでもね。でも花畑まで行ってくんねえのかよ、全然。どうする？妙蓮寺こっちでは半分くらいになってはいるよ、一応。そうか。これからだと。それぐらいの距離だから、実際。妙蓮寺。妙蓮寺まで繋ぎたかったら、これ、もうちょっと隙間必要だね、これね。あと、4個くらいいるんじゃない？合計で。
どうします？隙間がないですね。もっと作んないとダメですね、これ。そうね、一つじゃ多分ダメだよね、これね。これエンダーマンを殺しまくるか。それをやるしかないかも。まあ、とりあえずここまで行きな、これ、この橋まで。そしたらすぐ帰れるから。ああ、じゃあわしは帰ります。ここの花畑からは。チェ、頑張って第二拠点まで頑張ってきたのに。割とかかるんだよ、ここ。10分くらいかかる。まあ、隙間使って戻ってくればいい。半分くらいは短縮してくれるから。半分じゃあこれ、この道整備しよっか。さすがに。そうだね。まあ、整備するって言っても、また新しい、隙間を使えば、一瞬で移動できると思うんだけど。色を、変えるっていうのは、交互にやっていくと、ってことかな、おそらく。ああ。で、この赤いリボンのやつを新しくまた作っちゃうと、そこ、これにね。うん、そこら辺に多分出ちゃうというか、バグると思うから。うん。よし、戻ってきた。多分まあ、行ったらまあ、青いリボンの。そうですね。なんか交互に置くみたいな、赤青みたいな感じで多分伸ばしてくんじゃないかな。よし、じゃあもう次回にするのか、そのあれですか、裏作業にするかですけどね、エンダーパールを集めるっていう作業に入りますか。そうね、それをするしかまあないでしょうね、普通に。いや、めんどくさそう。よし、じゃあとりあえず今回終わりにしましょう。はい。いや、まさかね、制限があるとはね、思ってませんでしたね。まあでも一応これで少しは短くなるけどね、移動距離。ほんのちょっとですけどね。妙蓮寺に行くまでも4個だから、守谷神社とかまでは続けるのはすごい大変だってことだな。いやでも出来上がったらでも一瞬でバババって移動できるんだじゃん。そうだね。もうそこまでするのにパート何かかるんでしょうっていう次元ですけど。まあだからでもそんなに簡単にさ、こうホイホイテレポートできたらそれはそれであれじゃんっていう。そうですね。じゃあ終わりましょう。はい、はい、まあね、こんな感じ、今回はこんな感じでしたがね、まあ次回こそ妙蓮寺に行けることをね、一瞬でワープできることを目指して頑張っていきましょう。そうですね、はい、ということでご視聴ありがとうございました。次回も見てください。ではさよなら。